感じ。いろいろ課題は見つかったかなっていうふうに思うので、6月も山最強というふうに思います。はい、そうですね、久しぶりに平和のリングに上がれて、本当去年じゃないか、去年3月ぶりの、試合、平和のリングで戦えた、そのリングの感覚とか、会場の雰囲気とか、そういうのを久しぶりに味わえたのもすごい良かったし、あと宇治選手っていうこれからの K-1 を代表する選手と拳交えれたっていうのは僕の中でもすごいいい経験だったし、パワーもありました。宇治選手も歴史だけど本当に打ち合いにも応じてくれたし、気持ちでつながり合えたなっていう部分をすごい感じてたんで、すごい楽しかったし、なんか6月に向けて調整試合ではないんですけど、なんか自分だからちょっとこの体作りも含めていろいろ試す部分もあったんで、なんかそういう部分で宇治選手からのパワーというか、お前のメッセージじゃないけど、なんか拳でそれをもらえたのかなっていう思いました。6月は、かなりいいコンディションで上がることができそうだなっていう感覚が今回でありました。そうですね、逆に今回も気づけてよかったなっていう部分もすごいあって、やっぱこう体重って落とすだけだったら本当食べることをやめれば落ちるのが簡単なんですけど、やっぱアスリート格闘家って落としてその状態で戦わないといけないんで、まあ、特に次の試合はリカバリー制限もあったりして、ちょっと難しい部分もいろいろあるんで、今回のでこういう落としがするとこうなるんだなとか、リカバリーもこうしないといけないなみたいな、その修正点、微妙の部分での修正点みたいなのをすごいいろいろ気づけたので、一回試してよかったなと思いました。スピードはすごい自分でも上がってるのをすごい感じるし、動いてても結構なんだろう、スピードとプラスでこう手数とかがすごい出るようになって、その部分はすごいこう強化されてるっていうのを感じるし、体調を落とすことになって、あとはその筋力を持続させることと、パワーを落とさないことと、いろいろ課題は見つかったかなっていうふうに思うので、減量、体重を落とすのはやっぱり一番クリアしないといけない大事なんですけど、一番体が動ける状態に、その体重を持っていくっていう作業が一番大変かなと思うので、あと3ヶ月ちょっとあるんで、6月は最高に仕上げたいと思います。昨日終わった後に、平和最高っていういつもの言葉があったんですけど、去年の3月とその前の3月は格闘技最高っていう言葉を使っていて、作戦平和最高っていう言葉だったかなと思うんですけども、やっぱり人生戦が決まってみて、平和を背負う気持ちっていうのを昨日最高にできたみたいな感じもありますか？そうですね、やっぱ格闘技最高って言ってた時って、格闘技がまだ一つになれてなかったっていうか、なんかそういう部分があって、格闘技界は一つなんだよっていうのをやっぱ伝えたくて、格闘技最高っていうのなんですけど、今実際こう6月に格闘技界が一つになる大会を決めることができて、改めて K-1 に戻ってきて、で、その状態での K-1 でのリングだったし、僕なら結構昨日の試合っていうか昨日の K-1 のリングで上がったことっていうのは僕の中では結構すごい大きいものだったんで、昨日は山最高と言いました。6月も山最高と言うと思います。